シャヒト君が嘔吐をしたのはこの時期でした。ある日の夕食でのこと、アキコさんはヒサヒト君が料理を食べ残しているのに気づいて、今は成長する時期なんだから出された食事はちゃんと全部食べなきゃダメよと叱った。ヒサヒト様は気が進まない様子だったが残さず食べきった。だが母親が席を外していなくなると食べたものを吐いてしまった。そばで一部始終を見ていたマコさんは衝撃を受け解放しながら、どうしたの、大丈夫と声をかけた。ヒサヒト様はちょっと調子が悪いだけだよと答えた。これが文藝春秋に書かれてあったことで、ヒサヒト君の歯車が狂い出してたんじゃないのかなって思いますね。以前ヒサヒト様が食事中に吐いたとか週刊誌に書かれていました。おそらく心理的なことでしょうが、ちょっと心配です。その後は聞きませんから、一過性のもので会ってくれればと思います。ヒサヒト君、無表情とか言われたことあるんですけども、これは三宅の家庭不和が原因じゃないかみたいな記事も出てたんですよ。週刊新潮ですね。悠仁様初の地方公公務で秋篠宮家の不和の影。この家庭状況の悪さが眞子さんと小室圭の件からかなり激しくなっていると容易に想像可能ですね。ですから悠仁もかなり影響されているのかもしれません。4月29日鹿児島で開催された高校総合文化祭に折しもアレナに感染した紀子さんが欠席したために、秋篠宮さんと悠仁くんが臨席したんだが、そこでの悠仁くんの様子が話題になった。記事中で匿名の記者が、不慣れなせいか、悠仁くんのお辞儀はお顔と体の角度がずれてくの字に曲がるようなぎこちないものでしたと。高校生2000人によるパレードを観覧した時も、秋篠宮さんは終始にこやかでしたが、悠仁くんは緊張もあってか表情の変化が伺えませんでした。そのお姿はまるで心ここにあらずといったご様子だったと。こうした様子に秋篠宮家不和の影を指摘するのであった。実はこれには伏線があった。4月19日秋篠宮家の家族が南米パラグアイから来日した高校生たちを迎えて懇談したのだが、その報道を見て SNS 上では悠仁様が無表情だという声が流れた。そして4月25日発売の女性自身8月8日号が、悠仁様表情喪失、家族不和6年の深刻悪影響とぶち上げた。つまり秋篠宮家の家族不和が悠仁様に影を落としてるんじゃないかと。最近はなんか表情出てこられたんですけども、この報道があって注意されてたのかなーって思うんですね。ちょっとしたら治ってたんですよね。何らかの指摘が入った可能性が高いんじゃないのかな。結局それは自分を押し殺してるんだと思うんですよね。本音で言うとかなり家族不和が悠仁くんに悪影響を及ぼしてるんじゃないのかな。この辺はコントローラブルではないですから、ちょっとお気の毒なんですけども、家族が仲悪いのはかなり悪影響にはなるでしょうし、家族がごちゃごちゃになってくるとそこから逃げられないですから、心身に悪影響を及ぼすんじゃないのかな。結構反発する子も出てくるわけで、悠仁くんもその傾向があるんじゃないのかなと思うんですね。ますます家族不和が広がっていますので、反抗期もかなり激しくなってきてるんじゃないのかな。思春期の悠仁様、荒々しい言動が目立つことも、眞子さん結婚問題も影響か、多分すさんでるんでしょうね。いや、小さかったらかわいそうだなと思うんですけど、もう18で9月6日だったと思うんですけど、なんと成人になられますので、もうそろそろ自分の力で反抗してみてもいいんじゃないのかなと思いますし、反抗してますよね。反抗聞きてるとか書いてますからね。で、紀子さんは甘やかして育ててるみたいな話もありますので、十分に反抗可能だと思うんですよ。しかしながら、東大説は否定されてないですよね。悠仁くんが、いや、僕は東大なんか行きたくないと。他人の論文使って行きたくないって言えたらいいんですけど、なんでそれが言えなくてシナリオ通りに進んでるんですかね。言えないんじゃなくて反抗してないんじゃないのかな。つまり一緒にやってやってるんじゃないのかな。そう思いませんか。だって反抗できるんですから。眞子さんのご結婚問題が思春期の悠仁様に与える影響は心配です。近頃の悠仁様、荒々しい言動が目立つと聞きます。紀子様に対する物言いは顕著なもので、些細な言い間違いにも罵るような口調で指摘されることがあるようです。穏やかだった悠仁様がそれほどに強烈な反抗もされるようになったのも、ご一家を取り巻く異様な雰囲気が原因に思えてなりません。それをきっかけに変わっていかれたんだろうな。
15歳という節目の誕生日でしたが、眞子さんの年内結婚報道に書き消されてしまったように感じます。眞子さんとの関係は良好ではないようです。以前は眞子さんや佳子さんとご一緒の誕生日写真が多かった悠仁くんですが、3年連続で秋篠宮ご夫妻もしくは秋篠宮さんとのお写真でした。小学校高学年から中学生という大変多感な時期にお姉様の結婚がスキャンダルと化し、4年もの間ご家族を揺るがし続けていた。精神的な影響は計り知れませんと。実は悠仁くんは最近粗暴な言動が増えている。ご自身の行動を他人から注意されると色をなして言い返し、状況は悪いにしろ他人様に粗暴な言動をされるのは皇族らしからぬ行動なんじゃないのかな。そういったことを止めてあげるような身内の方はいらっしゃらなかったのかなって、すごく残念ですよね。時には口にするのもはばかれるような暴言を口にされることもあると言います。もちろん中学3年生の男子生徒であれば言動が多少荒々しくなるのも仕方ないでしょう。ただそういった言葉遣いをされると知った同級生の保護者の中には、あまり付き合いを深めないようにと言い聞かせる方もいると聞きました。お茶の水の由緒を正しきところですから、ふさわしくない言葉遣いをされてたんだろうなって、それを注意してくれる人もいなかったんだろうなって思いますね。あとはこれです。紀子さんは悠仁くんが皇位継承者として見識を深められるように積極的に行動に関与されたり、ずっと横についてお世話をされるなど過干渉のようにも見えます。紀子さんは悠仁くんの一挙手一投足に気を使われ、悠仁様はお母様が大好きでしょうがないというご関係なんです。しかしその母子密着の関係を心配する関係者も少なくない。だから甘やかしてるんですよね。昨年の運動会の帰りのことです。悠仁くんは背負っていたリュックを当たり前のように紀子さんにおもたせになって、自分は足早に送迎車に乗り込まれたようです。ここはある意味暴走の素質をちょっと感じるですね。紀子様もそれをごく自然に受け取っていらっしゃった。だからかなり甘やかされて育ってると思うんですよ。僕は紀子さんが東大を強制してるみたいには見えないんですよ。悠仁くんが東大行きたくない忖度って言われるからって言えば収まることなんですよ。それが収まってないということは、悠仁が乗り気なんじゃないんですかって。だってもう成人ですよ。もう自分で決断できないといけない年齢ですし、できると思うんですよね。反抗期とかも来てるし、暴言吐いたりもしてるし、強制とかじゃないような気がするんですよね。そして新しい記事上がってまして、女性自身ですね。悠仁様初反逆。いやー、反逆は何回もあったんじゃないのかなって思います。東京都内にある筑波大学附属高等学校の校門から出てきた3人の男子生徒たち。その中のお一人が秋篠宮家の長男悠仁様だった。表情に乏しいなどと SNS に声が上がることもある悠仁様が、ご友人たちには生き生きとした笑顔を見せながら、積極的に話しかけられていたのが印象的だった。だが、交差点でご友人たちと別れて付近で待機している、送迎車に向かって歩き出すと、みるみるうちに笑顔が消えて、物憂げなご表情に。だから、多分、家に帰るの嫌なんでしょうね。悠仁くんの晴れ舞台のはずの国際昆虫会議が波紋と、これまで公正に例がなかった大学受験をめぐる批判も高まり続け、紀子さんと悠仁くんのご関係にきしみが生じ始めた。これ気になることですよね。あとはこちらです。地方で目撃された母子のきしみ。恩師が目撃した、キキキした笑顔からご帰宅を厭うような、物憂げなご表情の絵の変化を、あくまでも高学歴で願う紀子様への初めての反逆が影響していたんだろうかと。いや、初めての反逆ではなくて、反抗期とかいっぱい書いてありますから、すごい暴言吐いたりとか、粗暴な発言をしたりとか、色をなして言い返すとかありますから、初ではないと思うんですけどね。こういうふうに反逆もできるのかなって思いますので、それでも覆ってないっていうのが、東大に乗り気なのかな、みたいな。普通に考えて、受験生たるもん、東大行けたらすごい嬉しいですから、日本トップの大学ですし、それは鼻高いですし、悠仁くんが僕は東大行きたいって言ってても、全然不思議ではないんですよね。その行き方ですよね。それだったら一般入試行くべきなんじゃないのかな。一般の高校生には到底真似できないような、皇族特権軽くこなしてる感じがしますので、それ推薦使うのは批判出ますよ。黙れっつっても無理ですよ。だってずるいじゃないですか。言われちゃうから学習に行くべきなんですよ。秋篠宮ご夫妻と悠仁くんは
4月31日から岐阜県で全国高等学校総合文化祭の開会式などに臨席されましたが、現場でも周囲が驚くシーンが目撃されていた。陶芸作品をご覧になっていた時、悠仁くんが京さんの足を押されて、京さんが慌てたご様子で場所を譲られたんです。悠仁様がその時何と言われたのかは不明ですが、紀子さんのお顔がとても驚いたご表情だったことが印象的だった。あれがご一家のパワーバランスなのかなって思っちゃいました。今まで紀子さんに押し付けられてたんじゃないかっていうのが、悠仁くんもかなり乗り気なんじゃないのかな。シナリオ通りに動いてますよね。これで東大辞められたら、筑波とか行ったら東大は行きたかったんだろうけど、世間の批判の声に気にしたんだなって思うんですけど、今んとこシナリオ通りな気がしますけどね。午後も一泊二日でしたが、紀子さんは悠仁くんを席に誘導されたり、細かくお世話されていました。すごい過保護でしたよね。あれされたらちょっと鬱陶しいなと思いますけどね。職員さんへのマイクロマネジメントっぷりが伝わってきたなと思いますね。本当に細かいことでも紀子さんを通さないと怒られるそうですからね。それは回んないですよ。紀子さんの加減で方針が変わるってなったら、今まで築き上げてきたもの一瞬で壊れますから、それが一番失敗パターンというかぐちゃぐちゃになるですよね。それが悠仁くんにとっては干渉と感じられストレスになっていたのかもしれません。大学受験に向けて募る憂慮がさらに母とこの間にきしむを生じさせるのか。きしみっていうかパワーバランス悠仁くんの方が上なんじゃないですか。紀子さん的にも叱れない理由はあると思うんですよ、将来の天皇となる人って言われてるじゃないですか、僕はそうは思わないですけど、自身が国民になるための種なわけです。だから大切にするというか、そういうのもわからないことはない気がするんですけどね。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。さよなら。